さあ、今日のマッチングはどんな感じかな？早いだろうかね？さあ、ランクも上げていきたいけどね、どんどん。いやー、なんか、そういえば、ナースがあれだっけ？弱体化入るんだっけ？てか、もう入ったんだっけ？なんかね、だいぶ強かったみたいらしいんで、弱体化が入るのはありがたいですけどね。まあ、どうなるかという感じですね。まあ、一発目。ナース引かないことだけをちょっと。さあ、結構ね、マッチングが時間かかるんでね。さあ、再開と。さあ、デイビッドさん。ああ、破滅か。トラッパーですね、今回はね。あれは違うか。いやー、トラッパーか。うまい人うまいからね。で、今回僕は、タナトスか。いやー、あれ？あっちですね。オブセッションを受けていると。オブセッションなんか、脱出すると全員ポイントもらえるんだよね、確かね。というふうにお聞きしております。さあ、チェイスしてるんでね、今のうちに、本当は破滅を、あどうにかしたいんだけど、このままちょっとガンガン回すか。複数人いたらガンガン回していいかなって思うんだけどね。ちょこちょこか。でも一人だともう運に任せに任せてこうガンガン回してた方が良さそうだね。そう、味方めっちゃチェイスいい感じだね。おー、早い。おぉ、破滅ガン虫。さあ、いるよーっていう合図があるんだけど、まあそこはちょっと。さあ、助けに行きますか。あ、行った。いやー、破滅、おお。肉壁に。
浄化しといて、あ、違う見方が。まあまあまあ、このゲームね、見つからなければいいからね。さあ、ただ3人その状態か。いい、いやー、なかなか取れない。いよし、当たるの今の当たるの。いやー、今の当たるは聞いてません。さあ時間稼ぎは、あー、かかるか。ってことは、あれ解除さえしてしまえばどうにかできるね。いや、ほんと見てなかったなさっきのは。さあ、どこかける。いや、いい、そこはいい。さあ、一応あるっちゃあるからな。さあ、助けます。もう解除したね。さあ、グレート出せない。グレート出せれればよかったんだけど。いやー、難しいね。グレートね、あの、ツーブロさんみたいに、あんな狙えないよね。まあ、やってる時間が違うから。来てるじゃん。マジかよ。さあ、どう動く？パチン！よし！嘘でしょ？この状態だと？これさ、意外とさ、破滅どうこうじゃなくて、実はガンガン回した方が早いんじゃないか。お、ナイス。
そしたらとりあえず回復して、いや、いい感じに頑張ってくれたね。ただ向こうからするとだいぶ時間稼げたよって感じだろうね。さあ、2回目か。狙えない。ほい、来た。グレイトだね。もう味方助けるね。いや、ほんと一回こうやっとくの大事だよね。あ、内なる力持ってるかな？なんかナンシーっぽい感じの動きだったからね。おお、回復。やっぱナンシーだったね、さっきのはね。いや、違う人だ。内なる力を別でもう持ってるんだ。いいね。おーいおーい、どっちだ？あっちか。さあ、追っかけられてる。チェイス頑張ってるの直しいの。さあ、で、出口がそこと、こっ、あっちか。さあ、問題はこっち来るかどうかだな。絶対逃がさないみたいな感じで追っかけてるけどね。さあ、問題はノーワン持ってるかだね。さあ、どこに吊るす？地下行くかな。いや、終わりだ。うん、じゃあ向こうも OK なんで、こっちも出ますか。いやー、一発目、脱出だったね。よかったよかった。あ、まあでも、チェイスうまかったね。さっきの人、うまく引きつけてくれたからだいぶいい時間稼ぎになった気がするね。さあ、まあでもうまかったね。トラッパーは意地でもトラッパーっていうか、トラップを意地でも外すっていうのが面白かったけどね。あのね、名前は出てこない。トーテムのね。なかなかよ、あのトーテムは。さ、これで35と35で、あ、植物学の知識だね。あ、ティーチャブル取りたいよね。あと1回か。身軽、身軽か。多分身軽がこれ取られるだろうね、エンティティ様にね。まあでもやっぱ見つからないって大事だね。やっぱさ、毎回その
なんだろう、一発目見つかったら特にダメだね、このゲームはね。シング待ちですが、フェンミンさんが押したら始まるかな。まあでもそうだね、チェイス、まあさっきそこまでチェイスした感じではなかったけど、フォローしてるとそれなりにポイントは重なるね。それを頑張るしかないんだろうけどね。モズのリースト、次は何かな。でもやっぱあの破滅あると本当効率は下がるから大変だね、やってて思うけど、やっぱ時間稼ぎみたいな感じだもんね。さあ、ぼちぼちマッチングかな。次もできるだけ見つからずに行きたいもんだね。さあ、コールタは味方が近くにいる。しかも結構端っこの方だね。今の音なんだっけ？シュンって音は。この最初の出だしの音も覚えていかないとね。さあ、スキルチェック成功。とりあえずミスらなければね。はやっ。あ、申し訳ない。もういいや、ガンガン回してた方が早い。おーってか、回線落ちしてんじゃん。マジか、サーバー落ちってめっちゃ辛いよね。しかもシェイプ、これではないか、あっちかな。ナイスナイス。あったー、これこれ。さあ、味方が頑張ってチェイスしてるからね。これは壊、これだけは壊したい。意地でも。おーい、回線。嘘でしょ嘘でしょ二人回線落ち、ちょっとひどくない？回してる。どうしよう。そしたら
いや、キラーの人も残念だよね、それだとね。さあ、3人目も回線落ちはないと思うけど、一発なんだよな。一発なのよね。どっちだ。お、マジか。まあそれなら回せるだけちょっと回しておいてね。いやー、二人回線落ち、なかなかよ。あ、遠い。しかも一発発動したねー。いや、どうしたもんか。いやー、まだ一個も直せてないからね。いや、そりゃ助けに行くでしょう。後ろか。お、行け行け、お前は逃げるんだ。ナイス、いいぞいいぞ味方。いいぞ。ただ僕としては一回つらしてほしい。決死の一撃の練習だけでもしたいんだよね。てか、ハッチもねえしな。いや、ハッチ開けるにしても二つ直してないとね。あ、でも時間稼ぎしてくれて。さあ、溜まってしまった。あ、あー、ダメか。いやー、まあでも、序盤二人落ちたのはきついね。いや、ほんときついよ。あれ？キラーさんは？これは、このまま、時間経過狙いとかじゃないよね。さあ、ポイント稼ぎを。ああ、もうそっちから行きます？そっちから行っちゃいます？そうだね。一回吊るされてからじゃないと発動しないのよ。いや、無理。いけるか？あ、無理だね。いやー、まあ鬼も鬼でクズ野郎だったね。
今ので脱出できて捕まったら決死の一撃で煽りできたんだけどね。さあ時間稼ぎだけしてポイントはもらいましょうかね。いやーこのプレイヤーも鬼さんも残念だね。さあもがくでポイントはもらえるんだね。もらうだけもらっとかないと。いやーでもこれ味方いたらまだいけたと思うんだけどね。うん、わこれでキープできないのつらいね。まあ仕方ないか。この辺りはそうか今ので落ちるってなるとこちら側としてはきついね。いやー戻ってしまった。まあでもやっぱどこのオンラインゲームにもやっぱりああいう人はいるもんだね。次はどっち狙うかだな。これいってこうの方が良さそうだね。次気を取り直してやっていかないとね。さあ次はせめて落ちないことを落ちないことだけを祈ってやろう。いやーほんとねそう。そろそろかな。さあ後ろに一人。あ、ほらハロウィンコスかな。さあ、オブセッションは違う人。不安の元凶はドクターか。あかん。
違う。こっち来ちゃいます？こっち来ちゃいます？そう。ごめんね、味方さん。トラッパーでしたね、今回。なかなかね、あれ取れないのよね、自分だとね。おい。痛い。あ、ハミさん、こんばんは。ありがとうございます。頑張ります。頑張りますって言ってね、一発でももうやられそうなんだけど。お？トーテム発見。いやー、助けたのが良かったのが悪かったのか。まあでも、そうだね、代わり気味になるにはまだ早すぎたかな。そう、二人。これは、多分、助け来ないな。あと、あそこ二人いると。さあ。どうなるかな。まあ40秒間どうにかできるから。とりあえず回復。いやー、吊るされるの早かったな。次は行かない。に来てくれなかったからね、さっきね。いやー、さあスキルチェックが、オッケー。さあ近くにいるのは間違いない。近くで探してる感じは。え、今のバレてない？バレてない？さあ味方は回復した。ここはちょっと離れておこうかな。意外と吊るさないね。
それはそれ以上はちょっとな。あーそっち行く？マジか、一緒の方向来てくれれば肉壁するのに。いやー、そりゃ吊るされるよねー。なんそう、さあ問題は、あ、一瞬なんか見えたんだけど、いやーですよね。いやー離れたところ持っていくねー。さああとは時間がどうかな。トラッパーは相手難しいね。そうだね。トラバサミ見えたらもう終わってたもんね。なんかね、下の方にゲージ見えたなと思ったらそのまま当たるみたいな。さあ。サンキュー。どうぞどうぞ。もう直すんだったら。決死の一撃を発動できるから40秒だけどね。サンキュー。この人は助かる、さっきから。アウトだね。木に行けるとかのレベルではないからな。そこに一つ、あ、諦めたな。さあ、二人目、行っちゃったねー。さあ、どうにかオブセッションの人と一緒に耐えたい。さあ、修理は成功。肝心のあと一つだよね。あ、
マジか、地下か、しかも。いるよっていう合図を。あ、いや、もう死にますよだね。そうなるとそうなるで、ハッチ探しが非常に大変なんです。ん？今なんか音がしたね、近くでね。あったー音がしたー、やったーさあ、船が出ましたね。よかった。いや、ナイスハーダース、味方さん。いや、たまたまその、音に気づいたからよかったけど、ねえ。いや、ほんと味方様様。いや、ナイスハッチでした。ありがとうございます。いやー、今のは良かったね。あれが離れてたら分かんなかっただろうね。まあ助ける気があって近寄ってて良かったなっていうのが正直なとこかな。上は取られるしな。さあ、あと4。あと4上げたらだね。決死の一撃3出たか。これ取ってしまえば、クローデットさんはだいぶ、いい感じに育ってきてるね。だいたいスキルが全部3ずつになってるもんね。あ、セルフケアだけか。そもそもセルフケアだけ、あれ3ってないんだっけ ?3 あったような気がするんだけど。まあいいか。意外と赤服目立つよね。てか結構派手なのしかないよね。さあ次どんな感じになるかね。あ、やっぱそうなんですか。セルフケアレベル1ってやっぱ見ないですよね。だってね、出ないもんね。クローデット、うん、てか、固有パークだからむしろ、決死よりこっちが3行ってないとおかしいんだけど。まあ、仕方ないね。ロード待ち。まあ次もうまいことね。逃げ切りたいね。回線落ち引いた時がほんとひどいね。いやー、2回目か3回目かも忘れたけど、回線落ち2人はなかなか珍しかったな。あ、へえ、医療キットでのスピードが上がるだけなんだ。じゃあそんな気にしなくていいね、ほんとね。さあ、ザ・ゲーム。ここは、シェイプかな。覚えきれないマップ。いや。
ドクターか。ドクターか。ドクターは嫌だな。グッドか。グレー、まあグレート狙いでいきたいけど。そう、僕オブセッションなんでね、できれば脱出はしたいなと。さあ、全然こちらに来ないんでね。いや、近くなってきたな。下か。めっちゃ狙われてるね。さあ、そろそろ一つ。さあ、下に行った。今直したいね、下だったら。さあ、来た。開く。ああ、こういうギミックもちゃんとあるわけね。さあ、味方も一つ直した。いや、結構足響くね。あるね。ここはちょっと直しときたいな。さあ、残り3つ。で、味方がチェイスしてると。うん、グレートは狙えない。さあ、いやーでも、この、共有か。わあ。助かるね。よし、グレート。さあ、一人治療中のところに降りた。これもしかしてもう一人がガンガン回してくれてたら、いい感じで直せるんじゃないか？あ、助けるか。あ、やらかした。さあ、下に吊るす。こっちは、いや、さあさあ、上がる？痛いね。痛い。いやー、まあでもあと2つか。近いな。上か。あそこは今直していると。できれば一人チェイスしてもらえると非常に助かる。さあ、どうしたものか。お、違う。
俺だったらそれで。さあさあ。さあどうする？電気治療中か。いやーきついな。さあ2回連続吊るされたな。まあマークするよね。もう一人持っていく感じになるよね。さあどうなる？お、違う。さあ、正気を取り戻したいが治療してもらってるんで。この正気を取り戻すの結構苦手なのよ。早い早い。さあどうしよう。どこに離れていくかだね、問題は。ちょっと隠れて。上の方来たっか。お、決死の一撃。ヤブセッションが映ると、さあ開けてない。ゲートは開かないか。どうだ、もう一人開けてなかったんだね。さあもうすでに二人。いや、あー、なかなか厳しくないかい？もう逃げたしな。マジで。もう戻ろう。行こう。
いやー、助けれなかったね。助けてもらってたからね。いやー、難しい。まあでもこうやって脱出が何回も連続であると面白いね。まあポイントは少なめ。できればね、全員で脱出したいのはあるけどね。なかなか脱出できないよね、こればっかしは。いやー、よかったです。脱出できましたね。血族か。さあ、血死が3になったんで、60秒間だね。1分間か。1分間は、やっぱでかいのかな。あまり今のところ実感してないからね。使うタイミングが、いいの。いいっていうか、使う機会がないってことは、肉壁もそんなしてないってことか。処刑と協力。いや、今回は結構脱出率は高いからね、もう味方犠牲にしてやらないとね。でもやっぱ基本なんかあれだね、今回はトラッパーが多いけど、トラッパーは今流行りかなんかなんかな、なんかもともと強いイメージはあるけどね。さあぼちぼち始まりますね。もう一回味方の近くで幼稚園か。なんか一人早かったぞ、ダッシュが。あっちに一つ。なんかね、ぽい音はしたような気はしたんだけど。そもそもキラーがなんだ、今回は。あっちか。だいぶ離れてるね。ああ、マジか。破滅を探さないとってか、ハグかな今回。
医療キット。さあ、どこにある？これは、いや、あれか、一緒か。なんか、偽物に見えたね、一回。色が違うからさ。あ、火か。さあ、まだ破滅は、トーテムは壊せれてないと。こっちは、上だね。右後ろ。多分味方が見たから大丈夫だと思うんだけど。さすがにないよ、後ろか。力ずくで直したな。いや、これ以上ちょっとまずい。ああ、そういう感じですか。違う。ダミー、そっち行くか。やっぱ予想通りハグだったね。違う。ああ、はい、トーテム壊しててくれば内なる力でいけるけど、いやー、ハグの破滅はめんどくさい。正直ハグの破滅はほんと嫌い。ということは、あっち方面あるんだね。いや、ほんとハグの破滅はさ、どうしようもねえもんな。あれ？あと一歩？そっか、傷はそっちか。ここ、よし。よしよしよし。いや。めっちゃ代わりにしてるじゃん。
ずいな。さあ、罠を置いていく。はい。ちょっと味方さんさ。そこはさ、邪魔だよ。せめて肉壁になるとかさ。まあ仕方ないか。いやー、いやー、しっかりと置いていく。まあそうだね、まだ時間はあるから直してもらって、どうなるか。さあ、そろそろだぞ。ほら、もう一回無駄になったよねーかい。ああ、ここ、ああ、いやー、外したー。いやー、まあ、助け方もひどかったね。いやー、なんとも言えない。まあでもハグがうまかったね。いやいや、仕方ないよ。さ、30か。まあでも、そうだね。さっきの決死の一撃は、決めたかったね。どっちにしてもあれ一発勝負だからな、難しいね。あと2000ちょいか。普通の付録か。まあまあ、まあでも治ってなかったしな、今のね。なかなか難しい感じだね。やっぱ分かったですよね、ハグさんね。てか、あの、ハグは、なんだろうね、見つかった瞬間、視界が、そっちに向くっていうのがきついね。180度画面回転するとマジびっくりするもんな。さあ。マッチング待ちですね。やっぱ、うまいキラーの時はね、面白いね。何にしてもね。ハグのなんか対策は考えないとな。
ハグで破滅持ちはもうほんと苦手だな。対策がね、あれはもう味方にチェイスしてもらってその隙に破滅壊すかとかしないと始まらないからね。虚勢的にするのもありだが、まだまだなところだからね。スキルチェックか。このあたりもなんかそのうち試そうかな。さあマッチングまでしばしお待ちください。まあ今日はねどっちかっていうと早い方だったんでね、マッチングが比較的。マッチング長めだね。あ、オリックスルも2月までか。もうちょいしたら使わないとね。どうしようかな、ナンシー解放しとこうかな。何かとあると便利だしね。あ、そっか、あと1回か。あと米粒1つで15か。いい感じに負けるからねいい感じに負けるからねっていうのもおかしいんだけど、いい感じに負けて下がるからね、なかなかですな。お、はーい、いってらっしゃーい。あ、ありがとうございました、視聴の方。さあさあ。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。